はい皆さんこんにちはワンダーーレビューです今日はですね、えー、キ n ノンの、えー、EOS Web ユーティリティを紹介したいと思います。この在宅期間だとか外出自粛が始まってから、えー、各社ですね、カメラメーカーが、えー、今お持ちのカメラをそのままウェブカメラとして使えるような、パソコンで、えー、ウェブカメラのように使えるようなユーティリティソフトウェアを出してきています。 キャノンでは、この EOS ウェブカムユーティリティーというのを、まず春過ぎくらいにベータ版をリリースしまして、その後ですね、正式版を今年の9月にリリースしています。で、現時点では、Windows 版も Mac 版、MacOS 版も両方とも提供されているのが現状になります。 今回は私自身がキャノンの e s 7 0 d というカメラを使っているので、えー、そちらに対応している、えー、キャノンの製品を紹介したいと思います。ソニーですと、えー、こちらもソフトウェアで対応ということで、イメージングエッジウェブカムというソフトウェアがソニーでは同様のソフトウェアになります。えー、それではですね、ソフトウェアのダウンロードからになります。 キ n ノンのウェブサイトにソフトウェアは公開されています。EOSWebCamUtility で検索すると、検索でもページを見つけれると思います。一応、えー、ホームページなどにも、えー、私のブログですね、にも URL を載せておきます。で、このサイトを見ますと、ソフトウェア EOSWebUtility というので、ウェブサイトがあります。 で、ここにですね、えー、今、現時点では、えー、Windows 版のバージョン1.1と、えー、MacOS 版ですね、Mac 用の、えー、バージョン1.0というのが公開されています。特にですね、Mac で利用する方は、えー、この一番下にサポートの条件だとかが載っているんですけども、えー、ここにですね、えー、結構重要なことが書かれていまして、 えー、Mac 版ではブラウザー、クロムでのみ動作確認をしておりますということで、えー、前回、ベータ版の時私自身も試したんですけども、この米の1、えー、がついているものに関しては、えー、ブラウザー版で利用しないと、この WebCam のユーティリティは動作しないことを確認しています。えー、ぜひ気をつけてください。あと、こちら、追加になってますけども、デスクトップ版アプリのところで、一部使えないバージョンが。 あるという記載もされています。Microsoft Teams ですね。こちらの方も確認しておいてください。それではですね、ここのソフトウェアをダウンロードして、実際にインストールを行っていきます。インストールはですね、普通にダウンロードした ZIP ファイルを解凍して、その中のセットアップイグゼをクリックして、で、セットアップの画面を進めていけば、 大丈夫となります。で、えー、っと、今、現時点ではインストール済みの状態ですので、修正というのを選択して、えー、ますが、ここは、えー、通常のインストールの際は、えー、クリーンインストール、初期インストールの状態で、まあ、このセットアップウィザードをどんどん進めていけば大丈夫です。処理は終了します。で、このインストールが終わった状態で、 えー、この EOSWebCam Utility というのを利用したいアプリケーションで Web カメラとして登録を行っていきます。はい、今ですね、こちらが Zoom、えー、の設定画面になっています。で、えっ、ー、と、ここでわかりますが、カメラを設定する際に、えー、EOSWebCam Utility というのが増えているので、このカメラ選択のところ。 で、インストールしたソフトウェア名である、えー、EOS Webcam Utility っていうのを選択すると、えー、EOS のカメラをパソコンで Web カメラとして使うことができるようになります。はい、これがですね、えー、実際のカメラの、えー、映像になります。で、えっ、ー、と、今わかる通りですね、ちょっと周りに黒縁の縁になっている時があります。 で、これ結構再起動すると治るんですけども、それでも左右にちょっと黒い縁が残って、えー、ちゃんとあのー、今のワイドスケールの、えー、と16対9ですかね、の比率にならないっていうのが、えー、私の使っているカメラとこのソフトウェアの組み合わせでは起きています。で、今この、えー、っとですね、縁の状態なんですけど、これ本当にウェブカメラとして認識した状態でも、この、 今の縁の状態、縁がある状態になってまして、でちょっとこの状態での、えー、とカメラ画面、カメラの設定画面を見せると分かりやすいと思うんですけども、はい、今はです、ね、また、ズームの設定画面、ビデオの設定画面を見てもらっているんですけども、えー、16対9ワイドスクリーンで、この EOS ウェブカムユーティリティを使ったときにです、ね、こういう黒い縁のまんま、 えー、ちゃんと尺度が合っていない状態になっています。結構ですね、やっぱりこういう状態になるんですね。で、えー、と調べたところ、おそらくソニーの同様のソフトウェアではこういうことが起きていないので、ちょっと EOS の多分カメラ側の、えー、問題なのかなと予想しています。これはあくまで個人的な予想です。なので、こういうのもあるので、やっぱり UVC 対応のカメラを待つのかな、それとも、えー、他社のカメラ。 を買うのかなというのは、えっ、ー、と、もう少し個人、私自身の環境では検討したいなと思ってます。考えたいなと思ってます。えっ、ー、と、それではですね、えっ、ー、と、ズームの設定画面になりますが、本日はこの辺で終わりたいと思います。それでは、えー、皆様、次のレビューで会いましょう。じゃあねー。